いやー、ちょっと急遽ね、やりたくなっちゃったのよ。プロスピの2019中田翔物語。なかなかリアルや活躍できてない中田翔ですが、本日ね、スターはプレイヤーという形でね、一人のプロ野球選手でシーズンを重ね、スターを目指す。行きましょう。で、ここで始まるわけなんですよ。まあやっぱり一から作りたいわけなんですよ、中田翔。新しく選手を作っていこうじゃねえか。でもちろん障害宣言しているドラゴンズに入って使っていくという、高卒大卒社会人、大阪桐蔭高校、ドラ1日ハムだったんだっけ。だから高卒でいきましょう。高校は中田翔というわけで、たったったたったったった中田翔。ようだからこの辺か、翔はない。あったわ、ここにあったわ。よし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 、6番、これでいきたいね。あーがー、そっか、レフトも、あ、ここビシエドとかぶるけどね、かなりね。まあファーストでいきましょう。顔か、大将の顔難しくね。うそでしょ、見てねー、全然似てねえじゃん。どうしたらいいんだよ、これ。似てないけど、まあ、これでいっか。中田翔物語。顔が全然うまくできなかったんだけど。これで許してくれ。ほーまあ、高卒1年目はこんなもんだろう。あれ、パワーヒッター持ってるね。チャンス B のパワーヒッター。星125。これ、ドラフト1位とかはないんだね。まあ行きましょう。球団事務所。あー、ドラゴンズです。生涯ドラゴンズ宣言。オフェンス。いや、中田くんか。よく来たね。入団会見で乗せきたのを覚えているから。重役。そう、私がこの球団で編成を任されているんだ。我がチームへの入団となったものは何かないんだな。私も君のこれからの期待をしているよ。もちろんその素質は分かっているつもりだが、自分の能力を周囲から認めてもらうには、実際に試合で結果を残すことが重要だ。そりゃそうだな。結果を出せば給料だってついてくるからな。その年俸だが、初年度は、おお、いきなりも結構くれるね。初年度1500万くれんの。ここからの増減は君の活躍次第ということだ。まあ、ここで長話をしていても仕方あるまい。まずは、春季キャンプで体を作って開幕一軍、そしてスターへの道を駆け上がってくれ。お、出てきたか。どうだった？中田選手。どうも。大将は大将です。重役との面談、お疲れさんだったね。町田さん。いや、あれは緊張するもんだからね。あれ、俺を知らない。え、そうなの、ショックだな。俺はこの球団に当てる町田雄一郎。ちゃんと覚えてくれなきゃ。それじゃあキャンプの近いことはしっかり対処方法。まあまあ、ここは飛ばしていくか。期待のルーキーとして春季キャンプに参加した中田。キャンプ中は首脳陣とフィジカル特別練習とかあるんだね。へえ、特殊能力もらえたりするのかな。練習が実行、まあ、広はあるよな。どういった練習を行うか、練習出てる、うん、設定する、うん、まあまあ、ここは、まあやっていけばわかるだろう。なるほど。フィジカル。特別打撃。バランスよく上げていくか。最初これでいっか。お、遠くに石川昂弥とはチーム内でよき、そうか、同期入団なのかな。まさかの。よっしゃ、こういう変わった。岡林勇希も変わった。郡司。岡野雄一郎、橋本。2020だとこれぐらいか。そしていよいよ迎えたオープン戦。開幕一軍を目指して実力を披露すべき場だ。中田もしっかりアピールしたい。したいね。地方。いよいよオープン戦が始まった。非公式試合ながらシーズン開幕を見据えたアピール場となる。中田が与田監督、おー、こっか、この時与田さんか。そのオープン戦通常は3試合。この期間中に成績が6安打以上ならば、おー、マジで？開幕1軍の名を食べることができる。1軍級が揃われてる。6安打か。どうかな？じゃあ試合をしてみよう。中田は8番指名打者。絶好調だ。よし、行こう。試合です。さあ、中田翔物語。まずオープン戦か。スタートいたします。結果を出すことができるか。3試合あるから。2本ずつ打てばいいんだな。チャンスで到来。
2020年の新入団選手、しっかりと6番ねつけさせてもらえるのは嬉しいね。さあ行こう。落ちる？落ちない。にしてもちょっとひどかったな、バッティング。練習なんていりませんよと。1打席ボン出しました。初っ端真ん中はちょっとびっくりするって。でもなるほど、ボールね。最初の初球狙いたかったね。うわ遅っ、ちょっと早いらしい。押してくれ。よし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 、同点タイムリーですね。なんかあれだな、リアタイやってるからさ、プロスピのさ、スマホ版のやつ全然違うな、やっぱ感覚が。毎試合2安打、3試合で6安打でいいから。これ早いのか、タイミングバッチリだと思うんだけどな。ちょっと遅れてるらしいわ。ちょっとその嫉妬は聞いてないな。これあ抜けねえか、遅いな。もう一打席来てくれ。よし、2安打、毎試合2安打打てば1軍へ、夢の1軍、高卒1年目からできるかもしれない。おい、この変化球どうやって打てばいいんだ。よし、粘っていこう。なあ、2と1安打か。どっかの試合で猛打賞打たないと厳しいね。まあ、タイムリーは打ちましたね。1本だけ。4打数1安打1打点だった。オープン戦目標の6安打以上に対して、ここの成績は1安打。残るオープン戦はあと2試合。打席が4打席回ってきてくれたら、まあ8打席。8打席中5安打。8打数5安打か。なかなかですね。スターレベル、スターレベルっていうのを上げていけばいいのかな。大したもんでこれから頑張ってくれ。スターレベルとは主人公がどれほどのスター選手が表したもの。スターレベルには4つのカテゴリーがある。カテゴリーごとに項目と条件が設定されています。ほう、まあどんどんレベルを上げていけばおのずといいことってことだよね。さあオープン戦2試合目、ここで3安打は打ちたいな。にしても今のあのバッティングを知るようじゃ厳しいよな。2試合目、中日ドラゴンズ。めちゃめちゃ打たれてるじゃん。柳。柳、初回大炎上してんじゃないか。これ、ミート打ち？おー。ミート打ち一回行ってみよう。なんか結構いい当たりするね。難しいね。いやー、上がりすぎたか。上がりすぎた。うーわ。そう、大将。あ、入ってる。抜けてくれ。よし、2安打2安打。1軍合流できるまであと4安打か。よし、2試合2本目欲しいね。よし、いいね、いいじゃんいいじゃん。もう一本欲しいな、もう一本。4打数3安打安楽だ。あの何かと問題だった。うん、カーブ、ミート打ち、ミート打ち、あーミート打ちいいなと思ったけど。よし、なぜか知んないけど、あ、これあとにならないでよ。危ねえ、センターゴロは一番きついから。まあまあ、さっきの1試合目の1安打をうまく帳消しにできる。4打数3安打。オープン戦の目標6安打以上に対してここまでの成績は4安打。あと1試合。あと1試合で2安打すれば OK。打席は4打席回ってくれることを信じていくしかないな。さあ、開幕1軍を手にすることはできるのか。一発もしたいからな。おお、めちゃめちゃチャンスじゃん。満塁、タイムリー決めたいね、これ、タイムリー。入ってる。
よし、タイムリー2いけるか。おーそそーセーフ、アウト。そっか、あれオーバーしてるんだけどな、あれアウトになっちゃうのきついな。暴力 G は考えなきゃいけない。でもこれあと1本打てばさ合流だ、一軍開幕手にできるぞ。ツーシームでちょっとずらしてきやがった。ちょっと決めたいね。チャンスチャンスチャンス。これおーしよしよしよし、ヒットこれ。よーし、とりあえず一軍手にしたんで、ここでホームランを狙う。強振の練習しないとな。なんかタイミングって難しいんだよな、ミートと違って。ちょっと早いんだよね。やっぱ一発打たないと大将じゃないからね。お、これだ。おお。ツーベースが打てない、足が遅すぎて。まあでもまあいいんじゃないですか。試合目ちょっと1安打でビビってあげる。4打数3安打2打点だった。オープン戦のもう6安打以上に対してここまでの成績は7安打。オープン戦3試合続いてしっかりアピールした中田、与田監督から開幕1軍を告げられた。ありがとう。こんな簡単でいいのか。あとはまあ代打とかだと思うから大丈夫。それでしっかりとね、成績残せるからよ。